ダメだな、あかんな。またかよ。よしここはもうワンショットしよう。ワンショットワンショットするしかない。あ、今度はやべえよ。強い？うん、今度は強いよ。どうしようかな。さっき一回も逆転殺してないんだもん、さっき。さっきのファイト。さっきすればよかったのね。どうしようかな。いやー、ロバンティン。チェンジャーの。そっか、ロバンティン3本。あ、飲みちゃった。何した今。2枚挟んすよ。どうしよう。やばい、これはまずい。あ、これはカスですね。かすった。かすった。これはかすったな。かすったか。まあそういうこともあるさ。いやー、まずったな今のは。もう装備。なるほど。ぬるい武器を装備したの。仕方ないから。そんなぬるい武器で何ができるっていうの。ライフィちゃんって。そうだ。遊びじゃない、設置。ああ、そっか、さっきライフ1払い忘れてたかも俺、はい、で、いて痛い、痛い。さっきもね、そんな感じだったからね。うん、いて、いて、俺、うん、OK、痛いた。ドラチャードロ。なるほど、チャドロ。じゃあ、サベージを捨てて、うわー、もうやばいって。やります。そしてサベージで逆転殺。武器から装備コストを払って装備します。これと、え、逆転殺使った。逆転殺、サベージの逆転殺です。これが、こう、レバンティのコスト2とこいつのコストライフ1を払って逆転殺装備しますと、はい、あとバディコールしますね。で、英雄ターン、4チャージ。え、なんか、もしかして一旦で見るやつあるかな、一旦は。一旦はあるかな。じゃあ、ゲージ2とライフ1。どこだろう。やばくね、それ。2、3、4、5、ライフ1。7、7点食らうの。ティランダル。ただ、ちょっとあんま良くねえな。一旦で決めないで。あんまり良くない。あんまり良くなかったわ。はい、じゃあアタックフェーズ開始時、サベージ効果開始時にドロップゾーンのカードをコストを払って装備する。ライフ1を払ってこれ装備だね。で、1点。じゃあカウンター、うん、破壊して4ライフ、うん、4ライフ。これは仕方ない、マジで、うん、で、1点は通るよね、うん、で、通ったことによって1チャージ、2ライフ、ワンドロー。で、2点。切るよ。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 ファイナルフェーズない。変だ。よかった。変だです。やったね。ドロー。やったって喜んだ。ただ、まあ、場は硬いかなっていうのがあるけどね。うん、あー、やっぱこれでブレイドボールがないときついね。違う、違う。装備して、捨てて、うん、カード1枚持ってくる。まあレバンティンだろうね。これは仕方ない。王権ね、王権の王権を持ってくる。なるほど。で、そのまま装備、うん、いいと思う。で、別にいいと思う。ゲージに払って、はい、逆転殺、はい、で5枚めくる方ね。1、2、3、4、5。さあ、ジロリ。うわ、これ全部ドロップだっけ。うん、何が出たの。トン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 。なるほど、悪くないじゃん。もうそんなに悪いわけじゃない。あ、でもゲージないから起き上がれさえられないね、こいつらがね。1回しか。そっか。さあ、どうだ、9点削られるのか。はっ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 は。これはもうね、ライフ1、ゲージ1か、うん、で、装備して
そっか、ゲージ支払わなきゃいけないの。俺ドロップから装備だからこいつの追加ゲージはないんだよね。このデッキは一点そこ防ぎます。ホーリーグレイルで防いで、負けたのかもしれない。トリシューラー持ってこようかな。トリシューラー持ってきます。でアタックフェーズ終了時にゲージ2とライフ2を払い、うん、そのアタックフェーズを終了する。ビビーン。さあエンドよね、うん、さあ勝ったかな。ドロー、チャージ&ドロー、ライフ1払い装備し、うん、やらば、そうだな。でトリシューラを、カード1枚ドロップゾーンに置いてゲージ2を払い、ゲージ3になるか合計。トリシューラ装備 OK。 でアタックフェーズ開始時サベージ効果で今ドロップに10枚以上栄養あります。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11枚ある。10枚以上あるなら王剣を1枚捨てることによってエクスカリバー装備、王剣、偽王剣を捨てて、さあ勝ったね。勝ったね。はい、なんかありますよ。2点ない。はい、2点終わりです。コルタクション多分入れた方がいいよん。これあーうん、強い時もあるよね。いや強い、タクシャーのデッキ多分強いよ。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたたちに